アプリでマイニングできるのがあと1ヶ月となりました。はい、こんにちは、ハッチンドです。今回はコアマイニングですね。ツイッターの方でこんなね、カウントダウン、ね、出てるんですけれども、昨日12月12日ですね、デイあと30日ということで、コアマイニングなんですけれども、2022年の12月12日12時12分で、アプリでのマイニングがストップするということでね、あと1ヶ月ですよということで、はい、アナウンスが出ていましたね。で、ぜひですね、あと1ヶ月しかないですけど、まあ1ヶ月あれば結構たまると思いますので、ぜひね、やってみてくださいというお話なんですけれども、で、こちらがですね、11月1日の情報なんですけれども、ね、アプリのダウンロードが6600万人ということでね、これ、まあ、スウェットコインに次ぐアプリのダウンロード数じゃないかと思うんですけれども、ただね、スウェットコインの方って、実際はね、スウェット、暗号通貨スウェットの方でウォレット開いたのが、まあ、2000万人ということなので、まあ、それに比べると、やっぱりね、暗号通貨のコミュニティとして一番大きいのは、ね、サトシマイニング、コアマイニングということになります。この次にパイネットワークが3500万人ですかね。はい。なのでね、一応暗号通貨コミュニティとしては最大のコミュニティになりそうということでね、はい。楽しみにしていますと。で、メインネットのね、オープンが近いということで、こんなツイッターがちらほら上がってきますと。で、こちらはコアマイニングのディスコードの方なんですけどもね、なんかいろいろなデザイナーを募集してますということで、いよいよやっぱりコアマイニングのメインネット移行が近いのかなという感じが出てきましたと。はい。で、まあそうですね、メインネットに移行すると当然上場も近いということで、こちらはちょっと古いんですけれども、4月ですね、4月の時に、ね、まあ、この人ですね、CZ、バイナンスの CEO ですけれども、まあ結構その、サトシマイニング、BTC コアと、まあいろいろやり取りしていたということで、ツイッターがね、上がってますと、バイナンスの方でツイッターが上がってますと。で、この辺のタイミングでですかね、なんかイーロン・マスクと、あとこの辺の大手の取引所、ね、6社が、なんか顔合わせをして、まあ BTC ね、上場するみたいなお話になったのか、ちょっとよくわからないですけど、まあこんなツイッターが、まあ4月の25日ですね、ありましたと。で、最近ですね、この情報が更新されて、はい、これですね、コアパブリックチェーンメインネットがローンチされると、コア通貨は同時にトップ5の中央集権型取引所にリストされます。これに限定されません。いいねリツイートしてより多くの人に知ってもらいましょうということで、こちらがですね、フォビーが消えてるんですけれども、あとね、 FTX ね、今回の FTX ショック騒動で、まあ、なくなるとは思うんですけれども、まあ、そうはいえ、ね、バイナンス、コインベース、クラーケン、クーコインですね、まあ、本当に大手の取引所に、もう多分メインネット移行すればすぐにでも上場するんですかね。はい、そんな勢いでね、まあ、ツイッター書かれていますと。はい。で、さらにですね、中央集権型のね、セックスだけじゃなくて、デックスの方もね、着々と準備を進めていますということで、こちらはなんかシャドースワップというね、デックスの方ですね。あともう一つがアイスクリームスワップですかね。はい、こちらの方にもコアね、取り扱い開始するということで、もうなんか着々とメインネットと、あとはね、上場の準備を進めているのかなと。はい。で、もう一つがこちらがですね、ヤングペリオットっていうね、NFT マーケットプレイスの方でも、まあ、コアダを扱うということで、まあ、そんなにね、有名っていうか、そんなに大きくない NFT マーケットプレイスみたいですけれども、まあ、それでもね、こういったところと連携し始めてるということで、いよいよですね、やっぱりね、はい、まあ、上場、メインネット移行が近いのかなという感じで、はい、SNS は盛り上がってますと。はい。でですね、一応ね、コア、マイニングって何ぞやという人もいらっしゃるかと思うんですけれども、ホワイトペーパーの方ね、よくよく見ていただければと思うんですけれども、ね、触りだけお話しすると、これですね、まあ、これまでの暗号通貨が抱えている問題ですね、セキュリティとスケーラビリティと、あと分散化、この3つって、ね、この3つのうち2つまではね、
いろんな暗号通貨で解決できるんですけど、3つを全てこう満足するレベルに解決するのって難しくて、それを、まあ、今回のコアマイニングが解決するんだよっていう感じですね。はい、こちらが表でまとまってますけれども、ビットコインだとスケーラブルの問題ありますよ、イーサリアムの初期もスケーラブルの問題ありましたと。でイーサリアム2になってからはね、この辺分散化のところがちょっと弱くなりました。でソラナ、ポリゴンね、バイナンススマートチェーンとかもこの辺が弱いですよということでね、結局それを解決するのはコアマイニングしかないよとね、まあそういったことがホワイトペーパーで書かれているのでね、詳しくはホワイトペーパー参照していただければと思います。はい、でまあそれ以外にもね、コアマイニングすごいんだよっていうお話ね、こちらの CKD0930 っていう動画でお話ししてますので、まあよろしければね、こちらもね参考に見ていただいて、はい、始めていただけたらなと思います。はい、でやり方、始め方なんですけども、こちらのね動画で詳しく解説しています。ちょっとね50分くらいの長い動画にはなってしまうんですけども、本当に細かくですね、あの初心者でも迷わずにやりきれるようにね解説しましたので、ぜひね、もうあと1ヶ月しかない、逆にまだ1ヶ月あるので、これから始めても十分ね稼げますので、でもともと無料から始められて、もしかしたらね1コアが1イーサくらいになるとね言われていますので、まあ今イーサリアムねちょっと価格下がってますけれども、一時期はね本当に50万円近くまで上がった時もありましたので、まあそれくらいまで行く可能性があるということでね、はい、始めてみていただけたらと思います。はい、そして始めた後ですね、はい、マイニング毎日やることね、こんな感じで受給コアと、まあ毎日1日1回ワンタップするのに、まあ、受給コアっていうボタンがあるので、それを押してくださいと。でそれだけじゃなくて、できればねハッシュカードの交換とか、あとトランザクションを生成して、ハッシュを上げるということを毎日やってってほしいんですけれども、これらのね詳しいやり方についてはこちらの動画の方で詳しく解説していますので、ぜひねこちらを見ながらやってみてください。本当にね12月12日まであと1ヶ月切りましたのでね、今からでも十分稼げますので、やっていただければと思います。はい、あとやり始めてからですね、ねハッシュ値を上げたいと思うんですけども、この増力カードというものをねぜひ使ってくださいね。結構ねこれ使わずに始めちゃってる人、私の紹介者の中でも多いと思いますので、私のこの動画の概要欄の方にねこの増力カードのこのコードを載せておきますので、使ってみてください。これ10個今載せてますけれども、どれかねあの一番上とか一番下とかよく使われがちなので、はい、使われていたら他のやつを使ってください。はい、で使い方なんですけれども、こちらですねアプリの画面の中でね、最初多分スタートすると 100kになってると思うんですよ。これを 130K に上げることができますので、先ほどのねこのコードをコピーしてきて、でこの一番右側のギフトカードというところですね、押していただいて、ここにユーズギフトカードというところをタップしますと、先ほどのこのコードをね入力して、はい、 OK していただければ130に上がると思いますので、でこんな感じでねどん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 このハッシュ値を上げていくことでマイニングスピードが上がって、ここにねどん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 溜まるということになりますので、はい、これを毎日毎日繰り返していくというようなことになります。はい、はい、ということでね、今回はもう残り30日切りましたよということで、コアマイニングね、リマインドという形でお伝えさせていただきましたけれども、本当にですね、動画見ながらやっていただければ、ね、あの、1日で初日から300K くらいまでハッシュレート上げれますので、あとね、お友達もし3人くらい紹介できるんであれば、ね、3人紹介すると 150K 上がるので、 450K ということで、一気にねもう本当に500近くまでは上げれると思いますので、そうするとねまだあと1ヶ月ありますのでね、まあ100はいかないかもしれないですけどもね、そこそこの、はい、コアマイニング稼げるんじゃないかと思います。でね、1コアがもし1イーサーになれば、結構ね多分1ヶ月やるだけで、まあ30コア貯まったとしてもね、まあ10イーサが10万円だったとしても、はい、300万円くらい貯まる可能性があるということでね、ぜひ、はい、やっていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。
またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。コアマイニング、日本では全然知られていないですが、2022年9月時点でユーザー数8000万人超えの世界一の暗号通貨コミュニティです。ビットコインとイーサリアムのいいとこ取りしたブロックチェーンです。アプリでマイニングできるのは2022年12月12日までなので、今すぐマイニングを始めてください。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。未来のデジタル通貨、チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりで、ファーストステージで稼げます。アルコイン、移動するだけでコインやポイントがもらえるので、ウォーキングや散歩ダイエットの習慣づけ、健康管理、ヘルスケアに効果的です。アルコインは歩いてポイントを貯めて、貯まったコインをいろんなペイと変えられる無料の歩数計ポイ活アプリです。歩いて暗号通貨を稼ぐウォークトゥーアンアプリ、スウェットコインです。ユーザー数6400万人の世界最大のコミュニティコインが2020年夏いよいよ暗号通貨としてローンチします。無料で始められるので、今からたくさん歩いて稼ぎましょう。2019年にリリースされたムーブトゥーンアプリコインです。稼いだコインは地理空間データを匿名で収集検証するジオトークンに交換できます。移動時にはスウェットコインやステラウォークと同時起動して複数の暗号通貨を稼ぐことも可能です。歩いてスニーカーをコレクションして楽しむアプリ、アグレットです。元アディダスのディレクターが作ったメタバースアプリです。メタバースで靴を拾うと本物のスニーカーがもらえるそうです。歩いて稼いだポイントでギフト券がもらえるウォークトゥーアンアプリ、ステッパーです。他のウォークトゥーアンアプリに比べて広告が少ないので、ポイント回収しやすいおすすめのアプリです。歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリの第5弾はアルコです。歩く以外にもビットコインやイーサリアムの価格予想で稼いだり、ミニゲームでも稼げます。ヘルスケアアプリと歩数連携しているので、他のアプリと合わせて稼ぐことができます。歩いて暗号通貨ステラルーメンを稼げるステラウォークです。2022年4月現在 iPhone 版しかリリースされていないのが残念ですが、他のウォークトゥーアン、ムーブトゥーアンアプリと合わせて活用して暗号通貨を稼ぎましょう。日本人の10人に1人が使っている、移動するだけでポイントが貯まる超簡単ポイ活アプリ、トリマです。位置情報と歩数データ、両方の移動にそれぞれポイントがつきます。移動以外でもポイントを稼ぐことができるアプリです。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークやビーネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。マイニングで稼ぐ、NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐ、ビットコインレジェンドです。2月に上場予定の BCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。タイムストップです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。オープンインベスティングカーレンシー、オピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して、投資や強制購入なしで主導的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名も
メタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。 B ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 B がマイニングできます。パイネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリ、ユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。ワンタップマイニングアプリ、ヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。無料でビットコインがアーニングできるアプリ、エンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。無料でビットトレントがもらえるフォーセットサイトです。フリービットコイン .io の19番目の姉妹サイトになります。19個のフォーセットサイトを20秒で攻略する方法も紹介しています。トラストパイロットで4つ星以上を獲得しているビットコイン専用のフォーセットサイトを3つ紹介します。15分ごとにビットコインを無料でもらうことができます。5分ごとにスロットを回して暗号通貨をもらうことができるフォーセットサイトを一気に3つ紹介します。短時間で一気に作業したい方、とにかくたくさんのフォーセットサイトで稼ぎたい方におすすめです。マイクロペイメントに対応したマルチカレンシーウェブサイトウォレット、フォーセットペイです。多くのフォーセットサイトと提携しており、フォーセットペイへの出金の場合、最低出金額が低く手数料をゼロに抑えることができます。2013年から運営している老舗のフォーセットサイト、コインペイユーです。約20種類の暗号通貨からお好きなコインを4つ無料でもらえます。独自のポイントダッチーを貯めて70種類以上の暗号通貨に交換できる無料フォーセットサイト、ファイナルオートクレームです。30分ごとに回せる2つのスロットと PTC ショートリンクでポイントを貯めて、ポイントを使って好きな暗号通貨に交換することができます。フォーセットクリプト .com、 無料でコインを獲得して17種類の暗号通貨で出金が可能なフォーセットサイトです。30分ごとにクレーム請求したり、デイリーボーナスやレベルボーナスでコイン獲得数を高めることもできます。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイアンドローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。日本語対応しているオンカジサイト、トラストダイスです。オンラインカジノですが、入金しなくてもビットコイン、イーサリアムなど7種類の暗号通貨が無料でもらえます。6時間ごとに7種類の中からお好きな暗号通貨をもらえます。もらった暗号通貨でカジノで増やすことも可能です。ペットフューリー、
オンラインカジノですが、入金しなくても BTC、BNB、BFG の3つの暗号通貨が無料でもらえます。20分ごとに請求できるので、コツコツやればすぐ貯まります。また12時間に1回最大 1BTC が当たるスロットが回せます。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi& NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイト、コインテプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト、ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している、実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。ハニーゲインに続く無料で稼げる不労所得アプリ、ポーンズアップです。機種変した古いスマホでも十分に稼げるので、個人情報が気になる方でも取り組めます。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。18種類のコインを無料でフォーセットできる S フォーセッツです。 PTC 広告で稼げるサイト、 ESPTCO とアカウント連携されており、フォーセットと広告視聴報酬で暗号通貨をたくさん増やしましょう。